大花水金梅は赤花鳥地立属の水生植物。南アメリカ大陸及び北アメリカ大陸南部原産。岸辺から水面に沿って横方向に茎と葉が伸び厚みがある群落を形成する。葉や茎の切れ端からも成長でき、焚き火跡から発芽するほど乾燥、熱に強い。蒸気のように繁殖力が強いため自然に分布していなかった地域に侵入した場合。 生態系への悪影響が大きい。在来水生植物の生息域を脅かすだけでなく、群落がみなそこへの日光を遮るため、水生動物の生息環境も悪化させる。日本のような稲作地帯では水田への侵入や、排水設備の周辺で繁茂することによる水害リスクも懸念されている。日本では、干渉魚を飼う水槽用に移入されたと推測されている。2005年、 和歌山県日高川町で最初の野生繁殖が判明した。2007年には兵庫県火災市のため池で野生化していることが確認された。2009年には琵琶湖の赤の岩でも見つかり、琵琶湖でも急速に拡大した。2017年に野生化が確認された手賀沼では同じく外来種である長江鶴の芸島との混成群落が形成されている。 2014年6月には特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物に指定され栽培、保管、運搬などが禁止された。大規模な群落を駆除する場合には重機で掘り出し再生源となる茎や葉の切れ端をネットで回収し人手で仕上げることが必要となる。AABC 新たな水生外来生物 大花水金梅の駆除活動に参加しました水資源機構美和子開発総合管理所2017年1月18日閲覧 ABCD 委員長辻翔平ソロモンの頭巾最強の外来水生植物が拡大中産経新聞長官2018年10月17日2018年10月18日閲覧大花水金梅を持ち帰らないで 滋賀県草津市、2017年1月18日、閲覧。ありがとうございます。